はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、奨学金兄弟、はい、です。弟のエナです。はい、じゃあ今回ね、ゴミエナの恩返し。はい。3万円プレゼント企画。はいですね。はい、当選者発表になりますと。くじ用意しました。はい、で、ノーカット、ノー編集。はい。で、くじを引いていきます、今から。はい。まあね、ちょっとね、まあ、編集とか入れないんで、なんか、ちょっと話すの噛んでたりとか、まあ、なんかね、変なとこあるかもしんないですけど、そこはちょっとご了承お願いしますと。はい、お願いします。はい。じゃあ、早速の前に、ちょっと注意事項ね、先に言っていきますと。はい。はい。で、じゃあ行ってきますね。すいません、ちょっと携帯見ながら言います。まず、一つ目。DM してから、一週間。DM してからですね。DM してから一週間、もし音沙汰なかった場合ですね。はい。はい。その場合は、無効というか、こっちで回収させていただきます。はい、もったいないので、その1500円ね。そうですね。はい。ね、こっちの生活費にしますと。はい。はい。それだけご了承お願いします。はい。お願いします。で、後から言われても、ちょっとこれはね、もう無効なので、それだけ、もう諦めてくださいって形になります。はい。はい。で、次。DM 送らせていただくのは、ネタバレ等があるので、はい、この動画が出てから、一週間後にこちらから DM させていただきますと。はい。はい。なんですけど、もしね、この動画を見ていただいて、あ、私当選者とか、あ、僕当選者、当たってるってなった場合ですね。はい。で、一週間待てねえよと。僕も一週間とか待てないんで。はい。ちょっと今すぐくれよってなった場合は、ね、奨学金兄弟のツイッターのね、ツイッターアカウントの DM の方に、私当選者なんですけど、ちょっと早くくれませんかって言っていただければ、はい。なるべくその日中にお送りします。はい、そうですね。まあ、ちょっとね、こっちの都合なんか、忙しかったりするとちょっと遅れちゃったりするかもしれないので、はい。まあ、そこだけご了承いただければと思います。ただ、はい、なるべく早く。まあ、本当に早く、はい、送らせていただきますと。はい。で、次なんだ。ちょっと携帯が開かない。あ、顔認証できないな。いえいえ。うん。ね、これで顔認証されたら困るよな。大変な。オオカミになっちゃう。はい。入れないか。オオカミじゃないか。はい、じゃあ、本題行く前に、ちょっと一つだけね、お知らせありますと。はい。すいませんね、長く。実はゲリラプレゼント企画やってました。はい。動画で。そうっす。ね、前言ったやつね、前言ったやつ。ゲリラでプレゼント企画やるよって僕言ったと思うんですけど、はい。やってたんですよね、もう。すでにね。はい。で、そのね、ゲリラプレゼント企画、第10話。第10話。第10話の、とあるのところでね。はい。僕たち言ってたんですよ。はい。応募ね、条件と、ね、どうすれば応募できるかっていうことをね。はい。言ってたんですね。正直ね、来る人いないかなと思ったんですけど、いましたね。いました。はい。これは言えないんですけど、はい。このね、次の動画、すぐ出すと思うんですけど、それで、ゲリラの方の、はい。抽選者発表動画も出すので、当選者、はい、もしよろしければそっちもね、見てみてください。どれくらいの倍率で1500円がもらえるかっていうやつですね。はい。なんで、もしね、僕たちがね、本当にお前ら言ってんのかよって、ちょっと気になる方は、10話のとある。10話のとある。パチンコのね、とあるのゾーンで僕たちはちゃんと言ってるので。ちょっと最後ら辺の方？あ、そうそうそう。真ん中より、もうちょっと後ろら辺ですね。そうですね。ちょっと意地悪しちゃったんですけどね。はい。はい。そこで、もし見てた人は、送ってくれたと思います。はい。はい。送ってない人もいるのかな？もしかしたらと。めんどくさくて。はい。なんでね、まあ、それも ありましたよってことだけ、お知らせですと。はい。じゃあ、早速。行きますか。はい。抽選しちゃいますか。抽選しちゃいましょう。はい。です。抽選してきますので、注意事項、てか、説明の方にもね、あったと思うんですけど、引き終わった画像。もうパチトロの画像を送ってくれた方に関しては、はい、抽選率2倍になってます。はい、2倍になってます、ね。はい、2枚ちゃんと入れてるので、そこはご安心ください。はい。ただ、2枚引いちゃった場合は、重複当選はなしだよってことは伝えてると思うので、はい。重複当選はなしです。はい。なので、2回もし引かれちゃった場合は、
1回の当たりと、最高でも1500円の当たり。はい。ってことになりますので、そこだけご了承お願いします。はい。はい、では、引いていきましょう。じゃあ、一回シャッフルしちゃいますよ、これ。はい。はい。してください。わかんないよ。あ、頭おかしかったよ。おい。はい、これもうシャッフルされるんでね。はい。引いていきます。はい、引いていきましょう。はい、まず1枚目。この人。はい。あれ、あんま見てなかった。19枚だよね、19枚。19枚。はい。ちゃんと見せて。はい。こっちか。見えないのこれ。どうなってる？どう？見える？うん。逆になってるけど。逆になってる。どうすればいいの？あ、しゃあない、これはもう。これはしゃあないな。ごめん。内亀になってるんでね。すいません。これ読む。読めてる。です。読み上げて。ケイト・キサラギさん。はい。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。はい。この人前も当たってなかった。俺もそう思う。マジ引き強いな。引き強いですね。引き強いな。じゃあ、2枚目。はい。行きましょう。いきますよ。はい。はい。はい。こっちか。見えるかな？はい。はい。JCIYQFRCYCXCQHG さん。はい。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、まずどんどん、あ、ごめんなさい。ね、どんどんいっちゃいますよ。はい、どんどんいきましょう、はい。次はこれで。はい。見えてなくね？見えてない。待って。こうだね。でも、まあ、どっちかミラーになっちゃうからね。すごい見づらいよね。大丈夫？見えてる？うん、まあ、多少。まあまあ、読み上げていこう。はい。まあ、読み上げるだけじゃあれだけどね。SOGADORU。ソガドルさん。はい。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ソガドルさん。はい。はい、おめでとうございます。はい、じゃあまた、はい。聞いていきます。3名ね、3名。じゃあこの人。はい。これかな、これでいいかな。見える。まあ、見えてるかな。AV。はい。AVS731773573573 です。はい。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい。ちゃんと言った方がいい。AVS731773、735773。はい。はい、おめでとうございます。今4名さん、4名ね。じゃあ次これ。じゃあ引けたから。はい。はい。あ、最後にね、同じ人いないからチェックするからね。もしね、画質悪いね。しゃあないな。まあ、しゃあない。はい。OGUYOU23。OGUYOU233。はい。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。まあ、どんどん行っちゃいましょう。まだ行ってるよね。はい。じゃあ、どっかな？ここら辺かな？はい。はい、はい、はい。はい。これ。どう？見えてる？うん。ソウが、ソウスケ、ソウスケさん。ソウスケ、ソウスケさん。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。これ重なってるから、ちょっと。分解して、引いていこうかな。よし。これ多分ね。ど、英語で言った方がいい。SOU, SUKE, SOU, SUKEE さん。はい。はい、お願いします。おめでとうございます。で、はい、次はこれ。いいのかな？眠り、NEMRI, NNANO 様。様。はい。眠りんなのさん。ですね。ああ、はいはいはい。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、じゃあ次はこれ。ちょっと待って、今何？ 1、2、3、4、5、6、7。何？まだ弾けんな。はい、ではこれ。はい。はい。みつりんさん、みつりん、0003。
MITSURINN 河川坊000ですね。はい。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい。いや、シャッフル、シャッフル。アンダーバル。うん、河川じゃん。まあまあ、どっちもいいか。はい。次は、この人。はい。わかるかな？あやと0007さん。はい、英語で言って。AYATO、河川坊0007さん。はい。はい。です。同じ？違うか。違う。はい。はい、同じ出たら多分わかるよ。またね、はい。そして、よいしょ。じゃあ、今見えに見えたこれ。はい。はい。見えるかな？見えるかな？今、9。PERINO1233。ペリの1233ですね。はい。はい。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、じゃあ、行こう。はい。じゃあ、次もお忘れて。結構多くの方からね。いやー、ほんとそうですね。ありがとうございます。はい、じゃあ次、これ。はい。わかるかな？KOGIISAN さん。コージーさんですね。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい。はい。じゃあ次もさせて。下の方から撮ってないからです。下の方から。はい。はい。今11秒ね。はい。この人。はい。これかな？MARIMARIBEAUTY13。はい。マリマリビューティー13。はい。おめでとうございます。長いね。はい。おめでとうございます。はい。はい。じゃあ、はい、お待たせさせて。じゃあ、次、レッツゴー。かゆいな。はい。はい。はい。この方です。俺が持ってるか。暇ない、暇ないよな。おみつまるさん。OMITSU、河川坊 MARU さん。はい。おみつまるさん。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、はい。私はシャッフルして、あ、なんか見えてないよ。大丈夫。あ、見えてない。はい。はい、じゃあ、はい、こんな感じで。はい、ひでがある。ここにずっと持ってないんだ。はい。ダメだ。そうなんやな。はい。じゃあ、俺持ってるわ。こうやって。この人。はい。RUUKUN、河川坊 AKASHI さん。はい。ランクン、アパシーさんですね。はい、すいませんね、読み方間違ってたら。はい。はい。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ちょっと待って。動かない？何？5、10、14。14。うん。はい。あと、4人です。14だったらあと5人だ。あ、5人です。はい。はい、はい、じゃあ、適当に、はい、ここら辺。はい。この人。ちょ、俺を引いてくんない？そう、あるんですよね。僕が一つあるんでね。兄の。SHIMAUMA、河川坊1、河川坊1、河川坊。シマウマさんですね。はい。はい。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい。残り4つ。はい。はい、じゃあこれ。はい。はい。違うね。まあ、いいか。見えてんのかな？はい。YUHEI 6447450 3。ゆうへい 6447450703 ですね。はい。おめでとうございます。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。
はい。はい。これ。はい。はい。いや、また詐欺って疑われちゃうね。ってこと？コンビニで。ああ、そう、コンビニでね。言われちゃうから。いっぱい買ったら、詐欺じゃないですかって言われたんですよ。しのぶ55553。SINOBU555553 ですね。はい。はい、おめでとうございます。はい、もうやばくない？ 5、5、5、17。17。あと2人。あと2つ、2人。あと2人です。いきます。じゃあ、どんこがいいかな？ここ。はい。はい。全然来ないじゃん、お前。ダメや。はい、引き輪だからね。はい。見えてる？多分。はい。AOI 河川坊13073。葵さんですね。葵13073。はい、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい。ラス1。ラス1。まあ、しっかりして数だけ数えてね。痛い、これは。じゃあ、どうしよっかなぁ。ここら辺。はい。はい。違うね。まあ、いいか。はい。このことです、ラスト。ryuuta55440706 3。はい。リュータ55440706 3です。はい。はい。これでね。はい、抽選は。これで19人？19人。19人の方の枠は終わりましたと。本当に？うん、終わってるはずだけど。19ですね。はい。はい。19人。で、こっからは、あれですね。あれ？同じ人いないよ。多分いなかったよ。一応確認してみる。俺、ちょっと、やってろ。多分いなかったと思うけどなぁ。ちょっと、あとで確認。あとで確認で、まあ、お前も確認してみる。今？うん。どうやって？どうやって？え？見れば分かるよ。同じ人？あ、そういうこと？これ被ってる人いないか？絶対ない。はい、じゃあ、最後ですね。20人目を決定しますと。はい、で、これ独断と偏見で、まあ、どれが引き分かっていう話っすよね。はい。よし、ないです。よし。はい。じゃあ、まず。で、これ、被っちゃいけないよな。被っちゃいけない。ここで出てる人は、もうここではもう選ばれないです。うん、そうですね。で、多分、この、絆？この人さ、もう選ばれたんだよな。このみつりんさん。はい。ゼロゼロゼロ。で、いるよ。いる？います。ちょっと、それ間違ったらやばいかな。すいません、ちょっと時間ください。ちょっと、この方、ゼロゼロゼロさんの人でしょ？あ、この人、この人、この人。はい、もうこの人は、すいません、はい、これね、もらったやつね。この方。はい。で、抽選券は2倍になってるんですけど、こっから引き画像として別枠で今から選ぶんですけど、この方はもう選ばれないです。はい。はい、すいません、これ、わざわざ。まあ、おめでとうございますよ。はい、わざわざ送ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい。次。意外と探すの大変やな。そうね。うん。少々お待ちください。今探してます。あとは？一応コメントもらってるんですけど、コメントじゃなくて画像よな。まあ画像が欲しいですね。はい、すいません。なんで画像を送ってください。そうですね。まあね、来月もね、行うので、ぜひその時は画像を送っていただけると、大変嬉しいです。はい。で、じゃあ行きますか。
あれリツイートの中の、この、コメントあり。はい、じゃあまず一つ目。はい。こちら。これ外線かな？外線だと思いますね。これ外線。はい、こちらが、枚数少ない。見えてるかな？見えてるね。はい、枚数少ない。96枚と。96枚、確かにな。純蔵3枚。純蔵3枚。100ゲーム。確かに96枚は少ない。なるほど。まあ、とりあえず考慮していくと。はい。はい、まだちょっと決まりじゃないですね。そうですね。はい、で、次の方。はい。待って、見づらいな。俺見えないんだよね。お前見える。ってるからね。見える。まあ、見えてる見えてる。次の方が、はい。はい。見えてる？逆になってるけど見えてる。はい、とあるの天井。とあるの天井の？天井単発。単発。まあ、この画像からだけだと天井っていうか、まあ、単発ってだけしかわかんないですね。ST 単発。はい。はい。で、次。天井単発だったんでしょう。まあ、大変ですね、確かに。次はまた外線かな？これ。外線ですね。これも純度が低いと。471ゲームやって、902枚。確かに低い。クソ低い。確かに低いな。いや、確かにかわいそう。なるほど、なるほどね。確かに、確かに低いわよな。はい。とりあえず、まだね、先にね、全部見ましょう。見ていきます。はい。はい。はい。次は、悪魔ホムラですね、反逆の。はい、悪魔ホムラ。390枚。390枚。はい。で終わってしまったと。なるほど。これは引き弱ではないかもしれないです。正直言うと、引き弱ではないと思います。それでズバズバ行くんでね。はい。すいませんね、ほんと。はい。次がこれと。ユーパチ、アグレスラム、119バージョン。はい。で、まあ、ハマってますよっていう写真ですね。これ、逆に見えるとなんか変だけど、555ゲームですね。はい。とりあえず、これで全部かな？これで全部？はい。間違いない。で、この方は、600？ 前くらいでやめたよと。前くらいでやめたと。はい、これで全部、とりあえず、ちょっと待って、はい。上げさせてもらったというか、これを考慮しますよっていう感じですね。はい。大丈夫だよね。コメント欄さ、確認してるんで今。大丈夫かな？はい。まあ、そうですね。まだ、あるな。画像はない。画像はない。なるほど。絆のフリーズ。はい。ポンチを響かせて。なるほど。コメントもらってるね。コメントも考慮するか。じゃあ。考慮しますか。じゃあ、コメントも考慮します、今回。次回はちょっとわかんないですね。考慮するか。申し訳ないですけど。はい。そうですね。じゃあ、コメントも考慮するか。とりあえず、一応読み上げるか。はい。お願いします。一応ね、コメントもいただいてるんで。はい。コメントも読み上げていきますと。はい。あ、ごめんなさい。画像ないんですが、バジリスク絆。多分これ初代かな。絆でフリーズ引いて、昆虫を響かせて、これは来たとどやって、飲み物買いに行って消化したんだけど、絆効果活かせず。はい。で、最低保証駆け抜けで500枚ぐらいしか出なかったと。なるほど。確かにな。確かにな。絆のフリーズはね、出るか出ないかだったからな。お前知らんと思うけどな。俺は知らないですね、絆の。絆はまあ、打ってないですね。確かに、これ、500枚とか、まあこれ画像ないからね、わかんないけどな。とりあえず。確かに、これは厳しいかもしれない。画像があれば、多分、いかつかったわけだな。内容的には。確かにな、結構厳しいんじゃない？はい。このコメントはもう違うんじゃないかな。なるほど。多分これは単純にコメントくれたってやつかな、多分。はい。じゃあ、これくらいかな。はい。どう思いますか？被っちゃいけないからね、まずね。そうでしょう。
まあ、俺的に候補はね、はい。とあるかな。とある。うん。まあ、きつい。なんとなくまあ、わかりやすい。こんな中だと。まあ、まあまあ、まあまあ、みたいなね。確かに、純度が低いっていうのはね、まあ、まあ、純度が低いっていうのは確かにな。あれよな。確かにあるけど、3000ゲームの6000枚だったら確実だね。それはな、それはそうだけどな。まあ、間違いないけど。確かにな。とあるはね、まあ、まあ、駆け抜けもしやすい。しやすい。駆け抜けもしやすい。確かにみんな、でも、まあ、みんながわかる。わかるの、確かに。もしね、キザのやつが画像があれば。うん。まあ、キザになっていたでしょう。キザになったかもな。はい。おそらく。まあ、確かにね。まあ、ちょっと独断と偏見なんでね。まあ、そうですね。独断と偏見なんで。ああ、これはね、ちょっとまあまあ、ぶっちゃけでこれがっていうのがない、今回。まあ、確かにそうなんですよ。正直ね。はい。で、でも。これがっていうのはないからな。本、ああ、でも、言っちゃっていいのかな？本日ね、自分も、とあるでやらかしてるんで。確かにな。まあ、とあるで行こうか。とあるで行くか。とあるで行きましょうか。まあ、それ何かの縁だからな。何かの縁なんで、ね。この人は何？選ばれてないちゃんと。とあるを送ってくださったのが、NONGAIGAI さん。はい、ロンガイジさん。はい。ちょっと探してみますね。違う。はい。なさそうです。ないです。ない。さすが引きは。じゃあ、この方に決定で、ね。はい。この方にしましょう。じゃあ、はい。今回の、じゃあ引きは選手権ね。この方で決めますと。はい。とあるですね。はい。この方決定で22人目ですね。はい。はい。じゃあ以上。以上です。今回は終了になります。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。また次回もね、ご参加ください。はい。はい。バイバイ。